今回は鬼滅の刃柱稽古編無限上編アニメ情報、映画鬼滅関連イベント最新情報をすべて、お届けしていきたいなと思っております。ということでね、必ず最後までご覧ください。今のうちに高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ということでここ最近あった最新情報オールまとめということで、まずはですね、こちらでございます。さあ、柱稽古編情報ということで、海外のリークによって明らかになった情報がね、2つほどございましたね。まずは放送日ということで、海外のリークによると2024年の春、なんと柱稽古編が放送されるとね、リーク情報が漏れております。はい、そんな感じでね、まあ、この情報は一体正しいのかと、まあ、いうことなんですけども、まあ、具体的な根拠っていうのは明かされていないので、まあ、あくまでリークに過ぎないのかなと、まあ、いうふうに思っているんですけども、まあ、大体時期的には、まあ、間違いないかなと思っております。まあ、2024年の冬から春あたりの、まあ、放送となるんじゃないかなと思っております。はい、そんな感じの放送日となるでしょう。さあ、続いてはですね、ストーリー情報がなんとリークされておりましたということで、こちらなんですけども、まあ、なんと、まあ、柱稽古編はですね、全10話未満になるよと、まあ、言われております。まあ、今回ですね、この情報に関しまして、まあ、私少しですね、疑問に思ったんですけども、まあ、それはですね、中途半端な数字なんですよね。全10話ということで、いや、なんかですね、おかしいですよね。まあ、全9話になると、まあ、いうことなんですけども、まあ、なんか中途半端な数字だなと思ってですね、これに関してはおそらく外伝のアニメ化がね、かなり有力で、まあ、なんとね、外伝がなんとアニメ化されるんじゃないかなと、まあ、私は思っております。はい、そんなリークが漏れているということは、まあ、おそらくオリジナルアニメが柱稽古編ではね、描かれてきたり、外伝のアニメ化がね、今回、まあ、あるんじゃないかなと、まあ、いうふうに思っておりますんで、まあ、細かい外伝のアニメ化については、まあ、また来週の動画でね、お話ししていきたいなと思っております。さあ、そんな感じで、まあ、柱稽古編の情報がなんと漏れておりました。さあ、続いてなんですけども、まあ、続いてはですね、無限上編情報ということで、まあ、こちらもですね、海外のリークによって明らかになったとんでもない情報がございましたね。それはですね、鬼滅の刃無限上編劇場アニメ化と、まあ、いうことで、まあ、そう、なんと柱稽古編の次なる編、無限上編がですね、映画化されることがリークされておりました。しかもそんな映画は全部で3部作構成ということで、前編中編後編で映画化されると言われております。これまでの傾向から考えると、まあ、こんな感じのね、まあ、ラインナップというか、まあ、放送になるでしょうと、まあ、思っておりますね。まあ、無限上編、まずは映画第1弾で、そしてテレビ版再放送で、続いて映画第2弾でテレビ版再放送で、映画第3弾テレビ版再放送とですね、まあ、そんな感じで、まあ、無限上編っていうのは映像化されていくんじゃないかなと、まあ、いうふうに思っておりますね。まあ、そんな感じでね、まあ、アニメ無残戦編へとね、まあ、続いていくんじゃないかなと、まあ、いうふうに思っているわけなんですけども、まあ、さあ、そんなですね、まあ、無限上編の、まあ、劇場版公開日がですね、おそらく、まあ、2024年の12月の冬、まあ、第1弾の、まあ、公開となってくるんじゃないかなと思っておりますね。まあ、大体2024年の終わりにかけて、まあ、無限上編は映像化されていくと思うわけなんですけども、まあ、これはね、あくまで予想なので、まあ、柱稽古編がいつかによりますね。まあ、遅くとも、まあ、2025年内には、まあ、劇場版、まあ、無限上編がね、まあ、見られるんじゃないかなと思っております。さあ、そしてね、そんな3部作の内容構成なんです
ですけども、まあ、こんな感じとなりそうです。さあ、第1弾がですね、まあ、140話から156話と、まあ、いうことで、まあ、開学戦だったりとか、赤座戦ですね、全17話ということなんですけども、まあ、具体的な内容がですね、まずはドーマ VS 胡蝶忍ということで、まあ、これに関してはね、うん、本当にすごいアニメーションになりそうですね。はい。で、続いてが、まあ、開学 VS 吾妻善逸ということで、まあ、これもね、ほんと連続した形で、まあ、かなりえぐい展開が、まあ、続いていきますね。で、今回の第1弾のメインが、赤座 VS 炭治郎、そして富岡義勇と、まあ、なってくるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、赤座戦に関してはね、劇場版で、本当に映像映えする、まあ、内容となってくるので、まあ、これが本当に劇場版で映画館で見たいですよね。はい。さあ、そして続いて第2弾なんですけども、第2弾がですね、原作157話から163話ということで、まあ、こちら短編なんですけども、まあ、ドーマ決戦編でございますね。全7話ということで、ドーマ VS ツーリカナオ、そして橋平伊之助を掘り下げると、まあ、いうね、内容となっております。まあ、今回ね、まあ、ここのね、うん、ドーマ決戦編では、まあ、橋平伊之助のね、まあ、戦闘だったりとか、まあ、つゆりかなおの戦闘シーンっていうところが、まあ、非常に見どころありますので、まあ、短編なんだけども、まあ、本当に内容が深いと、まあ、いう物語となっております。さあ、そして無限城編映画第3弾なんですけども、第3弾がですね、原作164話から180話ということで、国士防戦を丸々ですね、描いていきます。全17話ということで、一番最後の無限城編はですね、国士防 VS 土岐頭無一郎、そして姫島共鳴などが描かれていきます。今回この第3弾では無惨の登場まで描かれていきそうだなと思っておりますね。いや、これが正直一番白熱するというか、国士防戦はマジで映画でやらなきゃもったいない、そんな内容となっているので、まあ、本当に楽しみですね。はい、ということで、まあ、そんな感じで、無限城編の方がですね、映画で、まあ、三部作で描かれていくと、まあ、いうことですね。はい。さあ、そんな感じで、続いての情報なんですけども、こちらということで、映画情報でございますね。はい、ということで、鬼滅の刃の3作品が、なんと再上映決定いたしました。鬼滅の刃の無限列車編、鬼滅の刃兄弟の絆、鬼滅の刃上弦集結がですね、なんと、まあ、再上映が決定したと、まあ、いうことなんですけども、まあ、時系列順にね、解説していきますと、まず鬼滅の刃兄弟の絆ですね、2019年に特別上映されたアニメ第1話から第5話までのね、内容が含まれております。禰豆子を人間にさせるため鬼殺隊になる炭治郎が描かれていきますと、まあ、そんな内容がですね、まあ、劇場版化したものなんですけども、まあ、こちら非常にですね、まあ、映画のスクリーンでは、まあ、2019年に2週間しか公開されていないので、まあ、ちょっと見に行きたいですよね。はい。で、続いてがですね、無限列車編ということで、まあ、こちらはね、日本興行収入歴代1位ということで、まあ、今後しばらく抜かれることがないであろう伝説のタイトルですね。そんな柱煉獄杏寿郎と炭治郎が列車の中のね、まあ、鬼と戦う任務が描かれていく編なんですけども、赤座戦にも注目ですね、ということで、まあ、こちらの映画ね、うん、非常にまたね、見たいですよね。さあ、そして一番新しいのがですね、上弦集結ですね、ということで、こちらはですね、刀鍛冶の里編の先行公開ということで、内容はですね、遊郭編の10話、11話、そして刀鍛冶の里編の第1話を構成したものとなっております。劇場版での迫力をね、味わえるね、本当に素晴らしいものと、まあ、なっているので、まあ、こちらもね、まあ、再び見たいなというふうには思っております。さあ、そんな感じで、この3作品を再上映リクエストできるサイトにて、ファンがこぞって投票いたしまして、結果的になんと3作品の再上映が決まったということみたいなんですよね。はい。
上限集結に関しましてはまだ確定していないんですけども、まあ、現在投票ランキングが第1位ですので、まあ、実質確定ですね。はい。で、公開日だったりとか、まあ、上映館に関しましては現在検討中とのことですので、まあ、詳細に関しては随時更新されますので、まあ、ドリパラのホームページまたはですね、ノジッチのツイッター（X）をね、ご覧くださいと、僕もですね、兄弟の絆とか、まあ、見に行きたいなというふうに思っております。はい。さあ、そしてまだまだ情報はありますよということで、続いてなんですけども、鬼滅関連イベント情報でございます。はい。ということで、時系列順に見ていきたいなと思うんですけども、まずはですね、今年の10月ですね、街遊びがなんと開幕ということで、まあ、こちらのイベントなんですけども、まあ、鬼滅にね、かなり癒着のあるイベントということで、徳島で行われるイベントなんですけども、まあ、だいぶですね、こちら鬼滅の解禁を、まあ、過去にね、行っているということですので、まあ、今年も10月に柱稽古編の何かしらの情報が、まあ、出てくるんじゃないかなと、まあ、いうふうに思っております。そんなですね、イベントがまずは10月にございます。さあ、そして続いてですね、12月になんとジャンプフェスタ2024が開催ということで、まあ、こちらにてですね、鬼滅の刃の柱稽古編のステージがなんと開幕いたします。で、そんな日にちが12月の16日と17日ということで、まあ、ここの日でね、柱稽古編の情報がだいぶ出てくるんじゃないかなと思っておりますね。こちらに関しましてはかなり楽しみでございますよね。ジャンプフェスタ、まだまだ詳細がこれからも解禁されていくということで、まあ、ステージ情報がですね、具体的に出ましたらまた随時ね、動画作っていきますので、まあ、楽しみに待っておきましょう。さあ、そして現段階最も期待のあるイベントなんですけども、なんと1月にアニプレックス20周年アニバーサリーというものが開幕されます。まあ、こちらのイベントはですね、1月の7日に行われるイベントなんですけども、アニプレックスの20周年を記念したイベントですので、まあ、これまでの、まあ、アニプレックスの20周年ですよね、まあ、20年間の、まあ、アニメタイトルが勢揃いと、まあ、なっている、そんなイベントなんですよね。まあ、もちろんですね、鬼滅の刃が登場ということなんですけども、そんな具体的な情報というか、まあ、このイベント詳細はですね、現在まずはですね、アーティスト情報が解禁されております。さあ、アーティスト情報なんですけども、なんと鬼滅の刃からはリサさんと、まあ、まずはエメさんがね、もうすでに決定しております。まあ、今後ですね、アンドモアということで、まあ、歌手とかアーティストはね、どんどん追加されていきますので、まあ、マンウィザミッション×ミレイもね、登場がね、まあ、期待されますね。はい。まあ、そんな感じの情報と、まあ、あとはですね、声優情報っていうのが解禁されております。さあ、なんとですね、花江夏樹さんがもうすでに決定しておりまして、まあ、これはほぼ確定で、まあ、炭治郎なんですよね。はい。アニプレックスで花江夏樹って言ったらもうね、かまど炭治郎ぐらいしか、思い浮かばないというか、本当にそんな感じでね、まあ、鬼滅のステージがもうほぼ確定で、まあ、このイベントではございますので、まあ、柱稽古編の情報だったりとか、あるいはですね、無限城編の情報なんかが、まあ、解禁される可能性が、高いですね。さらにはですね、主題歌が解禁される可能性が、まあ、あるんですよね。今回こうアーティストが多いので、まあ、ここでの解禁っていうのがね、まあ、だいぶ濃厚ではあるんですよね。はい。ということで、まあ、そんな感じのイベントがですね、もう来年のね、初めから開幕と、まあ、いうことですので、まあ、今後イベント詳細が追加されていくと思うんですけども、まあ、非常に楽しみでございますね。はい。てな感じですね。まあ、今回すべての情報を見ていきましたが、いや、ここ最近本当にめちゃくちゃね、嬉しい情報っていうのが解禁されていきましたね。いや、12月に向けて、
本当に楽しいことが満載ですので、まあこれからも鬼滅をね、ぜひとも盛り上げていきましょうということで、チャンネル登録してですね、これからも最新情報ね、ぜひともチェックしてください。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。うっばー。